クリストフ・ボイス・バロットは、オランダの気象学者である。気象に関するボイス・バロットの法則やボイス・バロット、表で知られる。クロエティンチに生まれた。ユトレヒト大学で学び、1844年からユトレヒト大学の鉱物学や地質学の講師になった。1846年から科学の講師も兼ね、1847年から数学の教授、1867年から物理学の教授になった。ドップラー効果を調べるために列車に楽団を乗せて決められた高さの音を演奏させる実験を行った。気象学に関する業績で最も知られる。1854年にオランダ気象学会を設立し、州政会長を務めた。気象学における国際協力の必要性を認めた最初の一人で、1873年に国際気象委員会の議長を務めた。国際気象委員会は世界気象機関に発展した。1893年からオランダ科学アカデミーは気象学の分野の業績に対して授与するボイス・バロットメダルを設けている。ボイス・バロットの法則は北半球において風を背にして立つと低気圧の中心が左手の方向にあるという法則でアメリカの気象学者ウィリアム・フェレルが少し早く発見したが学会誌にボイス・バロットが発表したのでボイス・バロットの名前で呼ばれる。1729年から1846年の間のオランダの温度の観測結果から太陽の自転周期を決めるボイス・バロット表を1847年に発表した。ありがとうございます。